思ったより時間かかっちゃったな。私が当番なのに代わってもらっちゃって。そんなの全然構わないよ。さよりも私、あなたのことが。心配かけてごめんね。もう平気とはまだ言えないけど、少しは元気出てきたから、明日からはちゃんと学校に通うね。よかった。じゃあなんとかなりそうなの？沢村くんのこと。うん、すごく優しい刑事さんと知り合ってね、できる限り力になってくれるって。さっきも電話でいろいろとお話ししていて遅くなっちゃったの。すごく忙しい人みたいなんだけど、そんなこと感じさせないっていうか、颯爽としてかっこよくて、なんか憧れちゃうんだ。キャリアウーマンっての？すごいな、女性で刑事さんなんて。あと少しで咲くよね。ちょっとだけもらってもいい？うん、いいけど、どうするの？綺麗に咲いたら、刑事さんにプレゼントしたいなって喜んでくれたらいいな。Thank you.